スバル、富士重工の米国法人、スバルオブアメリカは12月23日、2015年モデルの、スバルの、全7車種が、米国フス、道路安全保険協会から、2015、トップセーフティピックに指定されたと発表された。2015トップセーフティピックは、フスが衝突テストを実施した車の中で、 優れた結果を残した車に与えられるもの。スバルからは2015年モデルのレガシー、レガシーアウトバック、フォレスター、インプレッサ、インプレッサ XV、WRX、STI、BRZ の全7台が選出。 2015トップセーフティピックの中でも、フスは最も安全性が高い車種を2015トップセーフティピックに指定。スバルからは、レガシー、レガシーアウトバック、フォレスター、インプレッサ、インプレッサ XV の5車種のアイサイト装着車が認定されている。 フスノー2015トップセーフティピック賞に選ばれる条件は通常の全面オフセット時速 64km、側面時速 50km、後方時速 32km の各衝突テスト、追突時の無打ち確認テスト、横転を想定したルーフ強度テストに加えて新スモールオーバーラップと呼ばれる新方式の全面オフセット衝突テストで優秀な結果を残す必要がある。 さらに、2013年9月からは、全面衝突予防性能を評価する、新試験プログラムの結果も条件に。全面衝突予防システムを、オプション、標準装備する車種に関して、自動ブレーキ機能の有無や自動ブレーキの検証テストを、行った上で、衝突回避性能を、上から、スーペリア、アドバンスド、 ベーシックの3段階で評価する。このテストでは、先行自動車のリア部分に見立てた静止目標に向かって、フスのエンジニアが時速 20km よび時速 40km で車両を走らせ、自動ブレーキによる減速性能を検証する。最高評価の スーペリアを獲得するには、自動ブレーキ試験で4、5ポイント、全面衝突警報付け車両への1ポイントの加算を含め、総合5ポイント以上、最高6ポイントが必要とされる。スバルオブアメリカのトーマス・ジェイ・ドール社長兼 COO は、フスのテストにおけるスバル車の結果に大変喜んでいる。 全社がフスの2015トップセーフティピックに認定されたことを誇りに思うと。